おはようございます。今日は、7月の26日の、朝、に、収録してます。自宅から収録してます。今日はですね、9月9日の、日曜日に、フィリピンのマニラで、行うイベントのインフォメーションと、あと、言いたい放題な感じでちょっとメッセージを、送れたらと思ってこれを収録しています。で、まずですね、イベントなんでね、海外で、僕は海外で結構イベントをやることも多いんですが、なぜ海外でやるかということとかね、あと僕は、フィリピンの方で、学校をね、持ってたりとか、よく、ツアーなんかをね、いろんな国でやるんですけど、それはね、なぜなのかっていう話を、ちょっとしたいと思います。ですね、まず海外でなぜイベントとか学校とかをやってるかっていうと、まず僕自身今の、ライフスタイルがあるのもやっぱり、高校の時にね、オーストラリアに、留学、短期で留学行った時に、日本しか、知らなかった、僕が、海外を見た時にね、全然違う生き方を見て、で僕の中でやっぱりこう選択肢が増えたっていうことですよね。でやっぱりその海外の人たちと日本が結構違うなって思うのは結構いっぱいあるんですが、何が違うかっていうと、まあ日本の場合はやっぱりすごその島国なので、基本的にね、大前提として、人はみんな同じ風にならないといけないみたいな、大前提がね、あるような気がします。なのですごくね、そのいろんな世界の人に比べると、異常にその人の目を気にしたりとかね、本当は自分はこういうことをやりたい、本当はこういうことをやりたい、こういうファッションをしてみたい、こういうことを言いたいとかあるんだけど、そういうことを言っちゃうと周りにどう思われるのかなとか、こういうファッションをしたら、周りにねどう見られちゃうのかなっていう感じで、なかなかねその自分のユニークネス、自分しか持ってないユニークさをこう発信できないで、なんかね縮こまって殻に閉じこもってる人が結構多いんじゃないかなって思います。でね、やっぱりそのそういう管理する側からすると、いい人とかね良い子っていうのはすごくその管理する側からしてすごく言うことを聞く人みたいなね。でやっぱり自己主張が強かったり自分のユニークさを発信してた人を、まあ不良みたいなね、呼び方をねしてたわけですけど、僕の周りでもやっぱり会社の経営者とかなんか面白いことになってる人って意外とね、元世の中から不良って言われてた人がね結構多いなっていうのはすごくね実感で思うんですけれども、まあ日本にいるとね大前提っていうのが、人はみんなね、同じでなきゃいけないみたいな、なんかそういう感じがねあるような気がします。で海外、特にフィリピンなんかは大前提が人は全員違うっていうような大前提が、あるような気がします。それは歴史的な背景なんかもあると思うんですよね。例えばフィリピンなんかだと、約400年近く、スペインのね、植民地で、その後はアメリカがね約100年間、だったんですよね。でその後に日本だったり、日本も3年か4年ぐらいね統治してますけども、あと中国のね影響を受けてたりとか、なので本当にその例えば兄弟だっても顔が全然ね違かったりとか、あといろんな宗教が入ってたりとか、いろんなそのなんていうかな、と要は全然人っていうものは違うっていう前提がねあるので、あまりその人のその違う人を見て、あの人なんか外人だとか、あの人はなんか顔が違うぞとか、そういうのはこう日本に比べると非常にないなっていう感覚はすごくするんですよね。なのでもともとねやっぱり人間って、すごい神様っていう、まあ、サムシングレートのね神様っていうのがいた時にすごいなって僕は思うのは、地球上ね60億人もの人がいるのに誰一人ね
同じ顔の人がいないんですよね。まあ、似た顔の人はねいるんだけど、同じ人間っていうのは60億もいて誰一人いないっていう、だからもともと人間っていうのは違う、人だしね、全員違くて全員違うユニークさを、持っているわけですよね。だからそもそもね、それがロボットみたいにね、大量生産されたロボットみたいに同じ風にならなきゃいけないっていうのは、それはねやっぱり苦しくなるに決まってるわけでね。だからやっぱりその僕が海外でねそういうイベントをやったりとかっていうのは、やっぱり日本人、僕らがね本当に誰かが決めたルール、誰かが敷いてくれたレールをね、きちっと正しくね、乗っかっていくっていう、そういう能力はすごくね長けてる気がします。なんだけどやっぱりその道がなくなった時に自分で道を切り開いていく、自分で決めて自分で道を切り開く能力っていうのがなんかね、足りないなと思うし、これからねどん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 世界がこう狭くなっていく中でね、日本だけで何か物事を考えていくってことじゃなく、やっぱり、世界っていう単位でね、何かやろうと思ったらもうできる時代だと思うんですね。ただ自分のそのマインドがね、やっぱりその内向きなそういうねマインドだと、やっぱりなかなかそれはできないしね。だから僕はこれからの日本人が面白い生き方をしていく上でね、自分で何もなくなった時に自分で道を切り開いていく、自分がワクワクする、自分の得意なことで自分の道を切り開いていくっていうね、そういう力っていうものを絶対身につけた方がいいんじゃないかなって思います。僕自身もやっぱり、高校の時の留学がすごくきっかけで、その後ねやっぱり旅をたくさんするようになっていったんですが、その旅をする中で、自分のね視点がどん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 広がっていって、普通の人からねなんか面白い視点ですよねとか、面白い考え方しますよねって言われるようになった、大きなね原因の一つはやっぱり旅だったんじゃないかなって思います。旅っていうのもね、誰かが決めてくれたね、なんかそういうきちきち全部決まっちゃったようなツアーみたいのではなくて、いわゆる旅ですよね。だから僕も、僕が企画するね旅っていうのはだいたい現地合流っていうねスタイルが多いんですけども、そういう形の旅っていうものをやっぱり、することで自分のね、マインドがねオープンになってくんじゃないかなって思います。はい。で僕の、まあ、イベントのコンセプトっていうのは、まあ、学校とか僕のイベントのコンセプトっていうのは、まずね、英語力を身につけるっていうのはもちろんなんだけど、それだけではなくて、オープンマインドに、していくっていう、それがね、コンセプトの一つです。あとは、イベントを通してやっぱり日本の中でもねすごく面白い、なんか例えば歌手シンガーでもいいし、デザイナーでもいいし、何でもいいんですけれども、自分をやっぱり日本だけじゃなくていろいろ世界にね、広げていきたい。例えば日本の場合だと、そうだな、既得権益っていうね、誰かがやっぱり権利をしっかりとこう持とうとする人が多いので、歌にしてもデザインにしてもね、なかなかその権利をつかまれてしまうと、自分が作ったものであってもね自分のものじゃないっていうね。でも僕はそれはすごくもったいないなって思うんですよね。20年ぐらい前の時代だったら、そういう大手のね、プロダクションだったりとか大手の会社に乗っかって、そういう人たちの力を借りないとね上に上がれないっていう、それも一つのね方法だったと思うんですけど、今は、これだけ SNS が発達したりとかしてるので、本当に自分がね、誰かが喜ぶ、素敵なものだったりとか、そういうものであればね、やっぱりその感動がシェアされて世界中に広がっていけるようなね、そんな時代なんじゃないかなって思うので、これからね日本だけではなくて世界にね自分のやってることを発信したいという人たちのサポートとかお手伝いをイベントを通してねできればいいなというのが、僕がイベントをやるコンセプトの一つでもあります。ということでね、今度その9月9日にやるイベントは、日本サイドからもね、僕自身が、僕自身の友達であり、
僕自身がね、感動した人を、僕が作った世界の舞台で、お披露目をすると。で逆にね、フィリピンサイドの、僕の仲間でやっぱり日本に対してね、どんどん発信をしていきたいという仲間を呼んで、イベントをやるという感じが、今度のイベントの、まあ、だから友達をね、応援したい、うん、それが、まあ、イベントを通して、応援していきたいっていう、それが、まあ、僕のイベントをやる、理由の一つでもあります。はい、ということで、すごくね、日本からもフィリピンからもね、すごいユニークな、面白いパフォーマーたちが、集まってくれます。フィリピンではね、Facebook のフォロワー、82万人だったかな、80万人超えのね、国民的、スターヒーローが、来てくれます。ただ彼の夢はやはりね、日本の人たちの前で歌いたい、日本で有名になってみたいっていう、そんな夢を持ってます。彼はね、フィリピンでは本当に、誰もが知ってるようなシンガーなんですけど、日本ではね、知ってる人はほとんどいないんですね。ちなみに Facebook のフォロワー、80万人超えっていうのは日本でどういう人なんだろうと思ってちょっと調べてみました。そしたら、日本の中ではね、 Facebook のフォロワー、ランキングナンバーワンが安倍首相なんですよね。58万人です。ダントツトップなんですね。で、Facebook のフォロワーランキングトップ10になるともう10万人を下回ってたりするんですよね。だからいかに80万人超えっていうのがね、すごいかっていうのがね、分かると思うんですけども、まあ、そういうね、シンガーなんかも来てくれたり、します。あとはね、僕は一人一人の参加者がみんなね、主役っていうような、そんなイベントにしたいなと思ってるので、何か参加してくれたみんながね、何か発信できるような場も作りたいし、そういういい仲間たちとね、交流できるような、そういう場もね、にしてもらえたらいいなって思ってます。で、あとやっぱり発信のお手伝いということで、地元のね、ファッション誌もそこに呼んでるので、僕たちのパーティーがね、結構ね、有名な、ファッション誌に、取り上げられます。おそらく3ページ、最低3ページで、イベントが特集されますので、パフォーマーはね、出てくれたパフォーマーはもちろん、何か自分が発信したいという方はね、ぜひその雑誌の、取材なんかも受けてもらえたら、いいなと思っています。はい。で、宿泊は、そのイベント会場から歩いて行ける、ホテルなんですけども、250平米超えのね、ホテルの部屋を取ってます。3ベッドルームあるんですね。で、その部屋のリビングがなんと50畳っていうね。だからそのイベント終わった後もね、みんなホテルの部屋帰っても、そこでもね、仲間で、パーティーしたりとか、二次会できたりとかね、そんなことも、できるんじゃないかと思います。ということでね、9月9日、日曜日、どうしても月曜日休み取れないという方は、9月9日で日が変わった10日、夜中の12時50分ジェットスターというね、飛行機があるので、それでね、帰ってくると朝5時に、東京に着いてそのまま出社できるというね、あんまりそういう形で会社行くのは嫌かもしれないんですけども、まあ、土曜日の夜でもね、飛んできて日曜日イベント参加して、そのまま帰るというね、ちょっと寂しいパターンですが、そんなこともできます。イベントの参加費と、ホテル宿泊込みで、1万円というね、すごい破格な、値段ですけれども、1万円です。で、航空券も、おそらく早めに取れば、2万円台とかね、3万円ぐらいで往復でね、取れるので、すごくね、そのいい経験をね、するにはすごくね、安い値段でそういう素晴らしい体験が、できると思ってます。本当人生って経験値なんですよね。うん、成功してからやっぱりそういう経験をしようとかね、何々してからって言ったら何々ならないんですよね。
やっぱりね、そういう経験をしていろんな素敵なものとかね、素敵なものに触れて自分のその枠を描いていく。そして僕はやっぱりね、成功している人たちから学んできたのはやっぱり今受け取っているものは自分が描いているものに比例するというね、描けるものがなければ、叶うものもね当然少ないわけですよね、だからやっぱりその素敵なものを見ることだったり本物に触れることで、自分のね夢だったり自分がこんな風になりたいこんな素敵なところがあったんだと言って自分の描ける枠をね、どんどん広げていくことっていうのはすごくね人生にとって大切なことだと思いますのでぜひね、このイベントに参加して一緒にね、最高の時間を共有できたら、嬉しいです。で今夜ですね、そのイベントの詳細をね、まとめた、ランディングページをまたこの LINE アットを通して、送りますのでぜひ、楽しみにしていてください。それでは、音声を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。聞いてもらってありがとうございます。